ファンとは、スウェーデンのアルゴリックス社に勤務する、エミール・アンルフェルトが梅を大学バーチャルリアリティ、研究室在学中に開発した、物理演算ソフトウェア。対応 OS は、Windows、Linux、MacosX。ファンは、物理演算ソフトでありながら、ドローソフトのような直感的な操作で様々な、オブジェクトを操作できることが、大きな特徴の一つである。 日本語解説サイトでは、ゲームと表現されており、チークソフトと言えるような側面を持つ。重力の働く二次元空間上に配置した円や、長方形及び手書きの図形に摩擦係数、反発係数、密度などを設定でき、留め具や軸、バネを用いて、物体同士、または空間と固定することができる。 軸は動力を与えて、モーターとして動作させることができる。また大量の粒子により、擬似的に水を表現する機能が用意されている。ベータ版5.25以降では、CSG での図形の編集機能や、カッターツールでの切断機能、テクスチャの貼り付け機能が追加され、さらに、物体の重心に相互に働く、万有引力をシミュレートすることができるようになった。 これらの操作をシミュレーションの最中に行うことができるのも特徴の一つである。ファンはフィジークとファンを組み合わせた造語である。ファンという名前はアダルトサイトですでに利用されていた名称であり、チークソフトとして不適切という声があった。そのため、2009年9月1日に上位版のアルゴドゥというソフトを公開し、ファンの開発は終了した。そして、 2013年4月17日よりアルゴデュがドネーションウェアになったのに従い、ファンのサイトを閉鎖、アルゴデュのサイトにリダイレクトされるようになった。ありがとうございます。